施設っていうよりは家みたいな感じで思っていただけるとすごく助かるんですよ。あと、まあ、ご家族様に関しても、まあ、よく気を使われていろいろありがとうございますとかこう言われるんですけど、やっぱりご家族様の意見も取り入れながら一緒に本当やっていきたいなっていうのがあるので、こちらも見ているというよりは、まあ、向こうも預けてるっていう感覚ではなくて、本当に気さくにざっくばらんにこうお話し合いができていければいいかなっていうのが僕目指しているところかなと思いますね。スタッフの日々の声かけとか対応で徐々にフロアにも出てきてくれるようになったりとか、月に1回お誕生日会とかこういうレッグとかいろいろやるんですけど、やっぱり手が不自由だったりとか、ちょっと言葉がうまく話せなかったりとかっていう人も、やっぱりみんなの前だとやりたくないとかって言ってたんですけど、徐々にお習字もやってくれたりとか、歌も歌ってくれたりとか、みんなで楽しむっていうこともしてくれるようになってことがあります。これから生涯ね、楽しく過ごしたいから、ちょっとどういうことあればね、一緒にやってね、みんなで。だからこういうところ入る時も、人間関係が一番気になってたわけだよね。でそれはだから今のところ気にすることはないから、うん、なんとなくこう通じ合ってますから、もう そういう意味では居心地はいいですよね。やはりコミュニケーション一番取ってないと、なんか訴えることも訴えられない雰囲気だと、やっぱり肉舎様の方が炎上させてしまうっていうのはいけないと思って、なるべくコミュニケーション取るようには皆さん